ヒーロー&子供チャンネル。はい、ヒーロー&子供チャンネルです。今回はこちらですね。こちらは2号ライダーですね。2号ライダーの強化フォームかなの変身を、ね、一気にやっていきたいと思います。はい、じゃあまず最初は仮面ライダードライブから、2号ライダーの仮面ライダーマッハですね。マッハはこちらのマッハドライバーで変身していきます。マッハドライバー。で、強化フォームはね、こちらのね、デッドヒート、こちらを使っていきますよ。シグナルバイクシフトカー、レッツ変身。ライダーデッドヒート。おー、こちら仮面ライダーマッハのね、デッドヒートですね。必殺技もちょっとやっていきましょう。必殺ファースト、ブルスロットル、デッドヒート。おー、いいですね。こちらが仮面ライダーマッハのデッドヒートでした。はい、じゃあ次は仮面ライダーゴーストから2号ライダーのスペクターですね、のこちらのディープスペクターアイコン、こちらを使ってパワーアップするんですけども、まあ、ディープスペクター本編ではね、まあ、中間フォームというか、もう最終フォームみたいな、ね、扱いでしたよね。それでは早速変身していきたいと思います。ゴーストドライバー変身。いいですね。こちらがディープスペクター。そして月光スペクター、そして極限大怪獣ディープスペクター、違う、オメガドライブ。こちらが必殺技ですね。こちらが大目玉でした。これがね、ディープスペクターですね。はい、じゃあ今度は仮面ライダーエグゼイドの2号ライダーの仮面ライダーブレイブですね。で、こちらはガシャットギアデュアルベータっていうものなんですけれども、ブレイブだけではなくてスナイプも使うんですけれども、まあ、今回はブレイブの変身と必殺技だけ紹介していきたいと思います。いきますよ。ガシャットギアデュアルベータ、ベータ、そしてよいしょ、タドルファンタジー、セットします。で、変身。こちらがタドルファンタジー、レベルは確か50だったかな。必殺技もいきたいと思います。決め技、やったタドルクリチャースラッシュ。おー、いいですね。こちらが仮面ライダーブレイブのタドルファンタジーでした。はい、次はね、仮面ライダービルドの2号ライダーの仮面ライダークローズなんですけれども、強化フォームはね、こちらのスクラッシュドライバーとこのドラゴンゼリー、こちらを使って変身していきますよ。スクラッシュドライバー。いいですね。いきます。ドラゴンチューン。さあ、ゼリーを潰して変身。変身。
こちらがクローズチャージですね。じゃ必殺技もいきます。のこちらが必殺技、こちらがね仮面ライダークローズチャージでした。はい、じゃあ今度はね仮面ライダージオウから仮面ライダーゲイツですね。でゲイツはこちらのねゲイツライドウォッチと、あとこちらのねゲイツリバイブシップ号列ですね、こちらを使ってパワーアップしていくんですけども、こちらも本編ではね中間フォームというよりはもう最終形態だったかなと思います。で早速変身していきたいと思います。よいしょ、時空ドライバー、時空ドライバー、そしてゲイツ、シップ、じゃあ刺していきますよ。変身、こちらがゲイツリバイブの疾風ですね。さらにこちらをね反転させることでこの砂時計がねこう変わってね、今度は号列モードになりました。もう一回だけいこうか。おお、いいですね。こちら仮面ライダーゲイツのね、ゲイツリバイブでした。はい、じゃあ今度はね、仮面ライダー01からね、2号ライダーの仮面ライダーバルカンですね。バルカンはこちらのアサルトルフプログラズキ、こちらを使ってパワーアップ変身をしていきます。サプライズ。じゃあいきますよ。変身。おお、いいですね。これで変身完了ですね。必殺技いきます。おお、めちゃめちゃ激しいね。こちらがね、仮面ライダーバルカンのアサルトルフでした。はい、じゃあ今度はね、仮面ライダーセイバーの2号ライダーの仮面ライダーブレイズですね。ブレイズはこちらのデカボックですね。こちらのね、キングライオン大戦記、こちらを使って変身していきます。いきますよ。いいですね。じゃあセットしていきます。抜刀してほしい。変身、ここで変身完了ですね。でさらにライオン変形するんですよね。いきますよっ。これはすごいですね。完全にライオンの形に変形してましたよね。こちらが仮面ライダーブレイズのね、キングライオンでした。はい、じゃあ今度はね、仮面ライダーリバイスの2号ライダーのライブですね。
ライブはこちらのホーリーイングバイスタンプを使って変身していきます。いきますよ。ホーリーウィング。見て。骨を展開。変身。こちらで変身完了ですね。そして必殺技ですね。必殺承認。大事に決めようか。ホーリージャスティスウィニング。おーいいですね。こちら仮面ライダーライブ、ホーリーライブですね。はい、じゃあ最後はね、仮面ライダーギーツの2号ライダーのタイクーンですね。タイクーンもギーツと一緒でね、こちらのねコマンドツインバックルを使ってパワーアップしていきましたよね。では行きたいと思います。きますよ。いいですね。これがレイジングフォームですね。そしてこちらコマンドフォームのキャノンモードですね。まあ、変身音声はギーツと全く一緒ですよね。一応リボルブチェンジもよいしょ。こちらでジェットモードになるということですね。こちらが仮面ライダータイクーンのコマンドフォームでした。はい、いかがだったでしょうか。今回は仮面ライダーのね、2号ライダーの強化フォームですね。まあ一部中間フォームであったり、まあ劇中の最終フォームもね、あったんですけれども、一気に紹介していきました。あ、必殺技やるの忘れてましたね。一応必殺技やろうかな。おー、いいですね。じゃあ次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。